皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。皆様新年明けましておめでとうございます。今年も滝沢勝成並びに滝沢勝成関連コンテンツ的なことも、ぜひともよろしくお願いいたしますという毎年恒例の新年の挨拶動画でございます。今年もこんな季節がやってきてしまいました。今これ撮影しているのは2022年の1月1日の夜9時ぐらいなんですけれども、いやー2021年さんがですね、気がついたらもうどっかにフライアウェイしてしまって、ゴーンアウェイしてしまって、待ってくれみたいな気持ちもすごいたくさんまだ残ってるんですけれどもね、2022年さんがもうドーンってやってきて、ズドーン、ブッドブッてな感じで、すごい大いに食らっております。まあ少なからず皆さんもね、そういう気持ちだと思うんですけどね、まあなかなかそうも言っていられないんで、お互いに今年も一年頑張っていきましょうなんていう感じの毎年恒例の新年の挨拶動画でございます。去年の一年を振り返って、まあ今年の目標というか抱負というかテーマというか、まあ今年はこんな感じの一年にしていきたいなぁなんていう話をさせていただいて、まあつらつらと雑談していこうかと思いますので、もしよければね、あのジュースとかお酒とか飲みながらの方法と楽しんでいただけたら幸いでございます。でそんな私の話を聞きながら、皆さんご自身も今年はこんな感じにしようかなとかね、こんなチャレンジをしようかなみたいな感じで、まあ今年のね、2022年の妄想というか、まあこのイメージというか、そういったものを考えていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは今年も新年の挨拶動画、始まり、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。始まり。私の去年、2021年を振り返るに、ナチュラルに、心身ともに不健康でした。1年間ずっと通して。なんかね、不健康でしたね。本当にもう、それ。あのね、結構ね、体調崩すことも多かったんですよ。喉風邪っていうのかな、体冷やしすぎちゃって、そのね、声が出なかったりとか、で、あの、喉ヌールスプレーとかなんかあるじゃないですか。あれ、あのね、やりすぎちゃいけないって知らなくて、もうね、一日何十回も何十回もさ、ね、声が出なくなっちゃったりとかしてさ、何十回みたいな感じで、こう、そういうこの体調の崩したりとかもあったし、何気にその、ね、怪我とかもしてるんですよ。なんだかんだそのね、包丁で指切ったの初めてじゃないかなぐらいの勢いですね、指切ったりとかもしたし、骨折ったりとかもしてるし、なんかそういうこの体的なこともですね、なんか良くなくて調子悪くて、で、春夏ぐらいからですね、なんかここのメンタル的にもですね、非常にこの不健康が続きまして、今振り返るとね、ナチュラルにね、なんかちょっと鬱っぽかったなって思うんですよね。なんかそういうのってありませんか？その時は気づかないけれども、なんかしばらく経って、その心身ともに健康になった時に振り返ると、あの時自分ちょっと鬱っぽかったなみたいな感じの、なんかそういうのありませんか？もうまさにね、去年一年ね、ずっとそんな感じでございまして、多分いろんなものが滞ったなって感じですよね。だからもう、平たく言っても去年一年はね、マジでダメな一年でした。もうダメな一年。本当もうこの近年稀に見るダメ。この10年で一番のもダメな年だったなと。まあ毎年そこんなね、新年の挨拶動画の中で、まあ、こんな話してますけどね。去年は、なんかもうちょっとこう頑張れたとか、こうしたらよかったとか、このバランスをこうしたらよかったみたいな感じの、この反省はしてたけれども、なんかね、もうその反省とかもそういう次元じゃなくて、ナチュラルにマジでダメな一年だった。ボジョレーヌーボーの逆バージョンみたいな。なんかこの、ここ10年で最高の出来栄えとか、今世紀最高の出来栄えみたいな感じの逆みたいな感じ。もう滝沢勝成史上のもう、超ワーストうんたらかんたらみたいな感じの、もうそのぐらいの気持ちでマジでダメなところでございました。平たく言うとね、こうね、ずっとね、焦ってたんですよ。焦燥感っていうのかな、焦りっていうのかな、不安っていうのかな、この漠然とした、なんかこの不安感みたいな感じの。なんか本当にこのままでいいのかなとかさ、これやってるべきなのかなとか、これやっていいのかなとかさ、これでうまくいくのかなみたいな感じの。なんかその自分のこのやってる行動に対して、その結果が出ることうんたらかんたに対してのこの不安と言いますか。だからそういうのね、すごいずーっとこのふつふつとあって。だから、なんだろうな、その自分がこうやる、これをやろうってこの決めたことに対して、なんか、ね、いや、これやってる意味あんのかなとかさ、これ結果出んのかなとかさ、なんかこれやってるんだったら他のことやった方がいいんじゃないのかみたいな感じの気持ちって、まあ少なからずあると思うんですけども、もうね、そういうのしかないみたいな感じの状態。だからもう、集中力も全然続かないし、なんか結果、なんか出来上がったものもなんかつい中途半端になったりとかするし、で、そのモチベーションというかそのパッション、情熱が続かなくて、あ、これはもういいやみたいな感じで中途半端で終わらしちゃったものもすごいたくさんあるし、だから振り返るとね、本当動画更新とかもさ、すごいこうね、まばらだったのは結構その辺があるんですよね。
なんかこの動画を撮ってなんかこの動画って意味あるのかなとかさ、なんかこの動画やってる意味なんかね意味あるのかなみたいな感じで思っちゃうと、なんかこうすげえ気持ちが乗らないみたいな感じで、だからね、あの、まあ、結局その公開しないからさ、皆さんは知らないかもしれないんだけども、普通にもうね、去年何回も何回もね、このカメラ立てました、マイク立てました、で、こういう内容を話そうって決めましたっていう感じでやってるんだけども、本当もう一日中、もう本当10時間とかね、ずっとこう喋りっぱなしだけども、ね、全部何もできなくて、10時間とかバーっと喋ったけども、今日はダメだっつって、もうそのままもう取れ高ゼロで、お家に帰るっていうことも、ね、結構たくさんあったんですよ。けどまあ、ね、僕なりにその、ね、頑張ってるんだけどね、そのこうしようああしようみたいな感じでこういろいろとこの試行錯誤をしてチャレンジをしているつもりなんだけども、なんかそれがね毎回毎回恨めっちゃうというか、なんていうか毎回毎回全然うまくいかなくて、なんだろうこれっていう、こうずっとこの漠然とした不安にこの苛まれていたわけでございますよ。漠然とした不安に、まあ少なからず皆さんもねそういうことあると思います。でも去年の1年の僕はね常にそんな感じでした。だからそのコンテンツの更新とかも、ね、全然できなかったし、YouTube メンバーシップのそのジャバ会の開放っていうのがあるんですけども、なんかこの月刊のこのファン雑誌みたいなのがあるんですけども、まあ、それは僕は書いてるんですけども、その開放に書くこともね全然ないぐらいにこう何もできてないみたいな感じで、だからもう自分がそのなんだろうな、一応目標立ててね、その今日はこれやるぞみたいな感じで動いてはいるんだけども、なんか自分のこのやってること全てがもう意味ねえみたいな感じになんか感じてしまって、なんかもう、わあ、これなんだろうみたいな感じで、ずっとこの不安な気持ちにこう苛まれてたって感じなんですよね。で、まあいろいろあって、12月ぐらい、去年の12月ぐらいに、やっとこの心身ともに回復しまして、押せよって話だけど、あの体調も良くなって、怪我も良くなって、で、気持ち的にもすごいこのぷっくりしてきて、2021年は12月に入ってからやっと始まったみたいな、なんかそんな感じなんですけども。そういうのがですね、ずっとこうなったわけなんですよね。でも振り返るとあの時はずっと鬱っぽかったななんて感じのことを思っちゃったりとかしてですね、まあいろいろ、今いろいろあってね、もうそれ見ての通りって感じで元気なんですけども、まあ、うん、平たく言うとその漠然とした不安に苛まれてたっていうことなんですけども、もっとシンプルに言うと、あの自分が好きじゃなかったみたいな感じがね、なんかすごいこういうことを言うと皆さんに大きなまた心配をかけちゃうかもしれないから、ちょっとはばかられるんだけども、まああの過去の去年の私ですね、去年の私はなんかこういろいろとこの取り組んでいるけどうまくできてない、そのもどかしい自分がすごいムカつくみたいな感じの、なんかずっとそういう気持ちがこうわーっとあって、ふぬわーって感じになってたなっていう感じの、あれでございますよ。まあ、まあそう考えると、必要な一年だったのかもしれないですけどもね。でもまあ本当に出来高としては本当もうめちゃくちゃもうダメダメな感じでしたね。やっちまったマジで、去年はいろいろやっちまったそんな感じのあれでございますけれどもですね、そのここ1ヶ月ぐらい、1ヶ月2ヶ月ぐらい、まあいろいろとこう思うところがあって、まあその怪我が治って、まあその心身ともに健康になってきているわけなんだけども、やっぱ一番なんだろうな、これ大事だなってことに気づいたわけです。これ大事だなと思って、あ、これがないからなんか去年1年ちょっとふつふつしたのかなみたいな感じのね、答えが実はもう見つかっておりまして、それがもうナチュラルに僕の今年のテーマです。これをもう今年は大事にしていきたいという内容でございます。それは何か、こちらペロリあの長い紙に書こうと思ったんですけど、長い紙がなくて、あの今日あのダイソーに急いで行ったらダイソー閉まってんですよね。まあ1月1日はまあ閉まっていいですからね。もうダイソーいつも頑張って安い商品提供してくださってるからね、1月1日に行ってしまってるからって文句言っちゃいけねえと思って、お店にあったなんかこっちに書きました。インプットインプット、今年のテーマはインプットでいきたいなと思っております。すごい簡単に言うと、インプットが全くなかった本当ね、それに尽きる。インプットを全くしなかった。なんかこう音楽を聴いたりとか、本を読んだりとか、雑誌を読んだりとか、なんかライブを見たりとか、あと映画とかもいいですし、演劇とかでもいいし、何かしらこうこのインプットとアウトプットっていうその発想があるわけじゃないですか。インプット量が絶賛ゼロだった。これはですねマジで、まずその、まあ、ここの2年ぐらい、そのやっぱね、そのサムスイングのおかげでその、ね、出かけなくなって
ったんですよね。出かけなくなったイコール、なんかこの新しい刺激がね、ほぼなくなったみたいな感じなんですよ。まあその自宅にこもってね、その作業するとか練習するとかさ、なんかこう制作するとか、そういうのも別に、ね、全然いいからさ、あ、こういう暮らしも割とありだなぁなんて思ってたんですけれども、思わぬところに弊害がありましたね。それは何かというと、こちら、インプットがない。これマジで。その、自分がその去年そのぷっくりし始めたきっかけって、あのね、雑誌なんですよ。雑誌。こんなとこかって感じなんですけども。ダンチューっていう雑誌わかります？ダンチュー。ちょっとね、男性向けなのかな？ちょっとわかんないけど。まあ、その料理雑誌ですよ。料理雑誌。料理雑誌を見始めてから、すごいこう、いろいろとね、気持ちが変わってきたんです。すごい情けない話に。温泉にちょっと行ってて、もうすごい疲れてるから、なんか気持ちも乗らないし、もうとりあえずもうサウナでも行こうと思って、こうね、パソコン持って、この温泉に行って、で、温泉に使ってパソコンを目の前にして、はぁ、歩きでない、どうしたらいいんだ、みたいな感じの気持ちをまたこう、続けているときに、まあ、雑誌コーナーがあったんですよね。で、雑誌コーナーに行って、なんかちょっと見てみようかなと思って、なんか週刊誌とかね、普段読まないけど、ね、こんなあるんだな、全然芸能人わかんないやとかって思ってたんだけども、その時にその団中があって、なんかそれを見てたらね、すごい面白くて、まあ、レシピがたくさん載ってるし、その食材のその知識とかさ、そのね、なんかライターさんのコラムとかさ、その飲食店とか、なんかこの料理に関するコラムとか、まあもちろんその料理の雑誌なんで、まあ、そういったものがすごいバーっとたくさん載ってるんですよ。なんかそれを読んだ時にですね、あ、めっちゃおもろいと思って、なんか新しい知識とか知らないこと、その知らないレシピとかさ、知らない食材とかさ、その知らない地域のこととかさ、なんかそういうとこ、そういったことが結構バーッと載ってるじゃないですか。それを見た時になんかね、あ、面白いと思って、気持ちがすごいぷっくりしたんですよ。で、その雑誌に載ってる料理みたいなのをね、そのね、お店に来てこうね、作ったりとかしたんだけども、それでこうなんかね、すごい楽しくて、それらがすごく。なんかこう、あ、新しいことをしてる感じ。その時はその、ああ、俺も新しいことしてるわ、うわ、ワクワクするわとは思わなかったけども、なんかすごいこうね、なんかすごい新鮮な気持ちで、なんかこの料理を作ったりとか、なんか雑誌を読んだりとかしてて、あ、なんかめっちゃすごい夢中、なんかこう夢中になってる自分がいたんですよね。で、今考えればね、その時自分はその新しいこととか知らないこととか、そういったことをこのインプットしてるから多分僕はそのワクワクしちゃったと思うんだけれども、その団中をきっかけに、その団中そのバックナンバーでこう、ダーンとまた買ったりとかして、で、そこからこうね、あ、こういうの見て、もっといろいろと見てみようみたいな感じ、感じでその本を小説ですよね、今までずっと読んでたけどね、そう読まなくなったやつとかをその小説買ったりとかして読んでみたりとか、あと芸人の田村敦さんとかのね本とかも買ってみて、母ちゃんのフラフープとか読んでみたりとかして、で堀江さんの本とかね、そういうこの自己啓発系の本とかもね、いろいろと読んだりとかしてて、なんかこう新しいこの、ね、インプットみたいなのが出てくると、結構その心のサイクルみたいなのが、ね、うまく回ってきてるみたいな感じがすごくあったんですよね。でそれに合わせてこの映画とかもいろいろ見たりとかすると、なんだろうな、その平たく言うとその嫌な気持ちがぶっ飛ぶみたいな感じなんだけれども、まあ、嫌な気持ちにぶっ飛ぶというよりかは、その、なんか自分にこの対するこのなんか攻撃する気力みたいなのがその違うところに使われることによって、ここの心のサイクルが回るみたいな、なんかそういうのがすごくあるような気がしていて、で、そこからまたこう音楽とかっすよね、Spotify でその月間の契約してるからさ、あ、もう全然違う曲聴こうと思って、なんかその、なんだろうな、そのランキングとか、あとおすすめとかに出てくるようなその音楽とかもバーッと聞いたりとかしていると、なんかこうね、あ、すごいこのいい音楽ってたくさんあるんだな、みたいな感じのね、まあ、アホみたいな感想ですけどもね、あ、すごいいい音楽たくさんだな、みたいな感じで思ったりとかもしたし、で、また一つのきっかけとしてね、以前、僕らが台湾に、歌い捨て台湾にいた時に、そこでこの対バンしてくださったクリフさんっていう方がいらっしゃって、で、クリフさん、はすごいこのシンガーソングライターですごくいい人は、いいというかすごいもね、めちゃくちゃ歌が良かったので、一回その日本に呼んでね、うちの店でその合同ライブとかしたことがあるんですよ。ブッキングライブというか。で、そんな感じのことをしてたクリフさんなんですけども、ふと、クリフさん最近何してるのかなと思ってこう調べてみたら、Spotify にこう普通にこのクリフさん流していて、で、何気にすごいこう人気になってるんですよね。わあ、すごいすごい、クリフさんこんなめちゃめちゃ再生回数いってるのか、半端ねえな。確かに Facebook とかで投稿見るたびになんかおしゃれなことしてるし、ほんと半端ねえよな、みたいな感じで、いうのを見たりとかした時になんかこうね、あ、僕も頑張ろうと思って、なんかそういうクリフさんとかと一緒にこう待った時にね、お互いにこうね、さすがじゃん、みたいな感じで言い合える関係になりたいなと思って、こんなふつふつしてる場合じゃねえみたいな感じのことは思ってないけども、まあそんな感じの、
気持ちにこの方向転換できたなぁなんて感じがするんですよ。そこからそのね、すごい気持ちがめちゃくちゃこのぶり返してきまして、まあ、毎日が楽しいと言ったらバカっぽくてあれですけども、でも本当そんな感じですよ。毎日が、いや、楽しいねーみたいな感じになってきた感じがあるんです。で、昨日もですね、お家でまあ、お嫁ちゃんと映画を見たりとかしたんですけどね、一緒にお酒とか飲みながら。昨日はですね、今やってるやつ、マトリックス。マトリックスの1999年にあの公開された最初のやつを見てたんですよね。いやー、あれとかもね、すごい面白いし、なんかこうね、うわー、面白い物語考えるな、すごいな、1999年、僕らがその高校生とかそのくらいの頃にこんな映画やってたのか、半端ないみたいな感じですごい、なんか感動したし、で、その後に、ね、浅草キッドっていう、ビートたけしさんのね、ドキュメンタリー的な、なんかそういうノンフィクションなのかな、フィクションなのかな、ちょっとわかんないけども、まあそんな感じでこの映画とかもなんか見たりとかしてて、もうすごい良くて、うわー、なんかめちゃめちゃ、刺激受けたぞ、うわ、俺も頑張るぞ、みたいな感じの、なんかそういう気持ちになってきているんですよ。で、結構そういういいコンテンツに触れると、その、自分の心のサイクルがすごいこう回ってくるっていうのはね、やっぱこうあるなーって感じが、してるので、去年のそのうつうつした気持ち、まあ今日この2年ぐらいですよね。それが、そうね、ずっとこの回らなくてしまったので、インプットが足んなかったからなんじゃねえかなーってことをちょっとふと、思いまして、今年はね、ちょっとこの本を読んだりとか、なんかこのライブを見に行ったりとか、なんかこう映画を見たりとか、まあそういった感じで、このインプットをめちゃくちゃ多くしていきたいななんて感じが、しております。そんなテーマでちょっと行こうかと思ってるんですけど、もちろんその自分のね、練習とか演奏活動とかライブ活動とかね、密かな目標とかもたくさんあるんだけども、とりあえず今年はこのインプットを、まあテーマに、いろいろとやっていきたいななんていう感じの一年でございます。そんな話でございますわ。本当ね、振り返るとね、去年一年もね、いろいろなんか自分なりに頑張ったつもりなんですけどね、なんかそれぞれに対してなんか自分の中の満足度っていうのかな、その自己満足度っていう言葉で適切だろうか、自己肯定感っていうのかな、これで良かったのかとかさ、なんかそういう疑いの気持ちがないきりとしたなんかこの結果みたいなのってあんまなくて、なんかわかりますかね言葉にできないんだけども、なんかこの機材とかもそうなんですよね。なんかその鍵盤買ったりとかオーディオインターフェース買ったりとかマイクプリアンプ買ったりとかね、いろいろこのね機材買い足したりとかもしてるんだけども、なんかやっぱこうね、なんか足りない隙間がやっぱずっとこうあって、なんか新しい機材来てなんかうわ嬉しいなみたいな感じで、うわ音良くなったりへーへーみたいな感じの気持ちもあるんだけども、やっぱその機材買ったところでその自分の気持ちはやっぱその隙間が埋まらないし、でそのなんで埋まらないのか全然わからんと思って、なんだこれはと、いろいろこのアクションを起こして制作をしてみてもね、全然埋まらん、なんだこれはみたいな感じで、ってなってたっていう話なんですけれども、まあそのところでございます。皆さんもですね、まあ、ここ2年ぐらいそのサムスイングの影響でまあ出かけなくなってね、まあ、人と会わなくなったりとかして、その、ね、刺激が減ったっていう方もね結構多いと思うんですよ。普段とね、変わらずにずっと生活してるよって方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、まあ考えてみればね、そういう娯楽といいますか、そのコミュニケーションとかそういったものがね、まあやっぱ減っちゃったなっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、そういう時に、まあ気持ちがへこんでしまったりとか、なんかこの寂しい気持ちになってしまったりとかする時ってあると思うんですけれども、個人的に、なんか僕は、インプットがすごく足んなかったなっていう答えが、出てきておりました。もし皆さんもですね、そういうこの漠然とした不安みたいな気持ちが出てきたらですね、ぜひとも、このインプットをちょっとね、見ていただけたら、意識していただけたら幸いでございます。で、昨日見た、浅草キッド、あれはすごくおすすめだ、めちゃくちゃ面白かったちょっともう一回見ようかなと思うぐらいに、芸人の方、大泉さんだっけ、大泉洋さんとかもね、すごいこのいい味出してるんですよね、ほんまね、なんかちょっとかっこいいなって感じがするので、ぜひ浅草キッド見てみてくださいませ。そんな感じの、話でございました。ちょっと何分ぐらい経ってるのか全く分かりませんけども、そんな感じで今日の雑談終わりにさせていただこうと思います。よければですね、皆様の感想とかをですね、バシバシとコメントしていただけたら幸いでございます。そして皆様の今年の1年の目標とかもですね、ぜひ下にバーッとコメントしておくと、今年の終わり頃に、自分で見返しね、ニヤニヤできると思うので、ぜひともコメントしていただけたら幸いでございます。そんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後にちょっといくつか、お知らせをさせていただこうと思います。滝沢勝成、去年の2021年の5月ぐらいにですね、滝沢プロダクションなどというそのプロダクションの活動をスタートしました。とりあえずその金子かけるくんっていうことを、赤峰さえちゃんという女の子の2人のシンガーソングライターさんと一緒にこうね、活動をスタートしていくんですけども、今その金子かけるくんの
CD が出来上がりまして、こんな感じでね、9曲入りの、ミニアルバムを、私の EC サイト滝沢商店の方で取り扱っております。T シャツ、缶バッジ、ピックなどのね、グッズもありますので、ぜひともかけるくんの活動とかもチェックしていただけたら幸いでございます。サイちゃんに関してはこれからレコーディングをするので、今年の、活動を楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そして、滝沢勝成公式 LINE なんてものがあります。公式 LINE でございますね。公式 LINE アカウントか。なんていうものもあります。そちらの方ですね、ここ1年ぐらい全く放置してしまっていたんですけれども、今年からですね、ちょっと本格的にお知らせ用のアカウントとして走らせていこうと思いますので、もしまだ登録していないという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方から公式アカウント登録してみてくださいませ。こういう動画の更新情報とか、まあ、僕のライブ活動とか、かけるくんとか、さいちゃんとかの、なんかこのガッツグッズが、始まったよみたいな。でそんな感じのお知らせもさせていただこうと思っておりますので、ぜひともチェックしていただけたら幸いでございます。で、そちらの方のチャットですね。まあ、単純なメッセージなんですけれども、まあ、そのままね、メッセージをベベッと、こんにちはとかで送っていただければ、その僕の方にこんにちはっていうメッセージが届きますので、もし皆さんの方でですね、なんかこの応援していただけるような嬉しいメッセージとか、そういったものがありましたら、ぜひともそのチャットの方にバッと投げていただけたら幸いでございます。僕と、あと2人ぐらい、滝沢ギタドットコムのスタッフと、滝沢プロダクションのそのスタッフさんがいるんですけども、そのね、僕とそのスタッフさんの3人で、そのメッセージとか共有させていただいて、まあ、嬉しいものに関してはですね、どっか動画で紹介させていただいたりとかしようと思いますので、もしよければそんな感じでチェックをしてみていただけたら幸いでございます。基本的にそのチャットの方の返信はね、できかねるので、そこだけはまあご留意いただければって感じなんですけども、そんな感じでぜひともチェックしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。だいぶ気持ちがぷっくりしてきたんでね、レッスン動画の方の更新もですね、ちょっとやっていこうかと思うんですけども、その動画の更新、そして曲作り、そして演奏活動、ライブ活動、今年はいろいろと頑張るぞ、みたいな感じの、気持ちいい、2022年の始まりでございます。皆さんもですね、今年1年頑張っていければと思いますので、お互いに頑張っていきましょう。ではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ、じゃあねー。